いどうもピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、Pスイッチを押すだけですよ。わらわらわらみたいな感じのコースなんですけど、クリア率が 0.54%、 非常に難しい。このコースをどうやってやっていくのか、早速やっていきましょう。一回地面から離れたら着地しないでゴールか。え、これ P ジャンしていく感じじゃないの？これ P 押したらさ、ブロックなくなるよね。うわ、なくなるんだけど、どうやって押すんだろう。どうしようか、ここ。それじゃあこの P スイッチを一番右に置いて、これ重ねてみようか。で、この状態でいけ。うわ、違うのかな。これでいけそうなんだけどな。それじゃあこれは走って P ジャンするんじゃないんかな。多分そんな感じでしょ。だからこれ P1 個でいいと思うんだよね。なんでこっからジャンプ。ほらほらほら、すごくない？やべ、めっちゃ早くクリアできてね、自分もびっくりしてるんですけど。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース。動画の冒頭でも言った通りですね、今日でトロールコースの再生リストが100件になるんですよ。まあ、再生リストが100件いったからといってですね、何をするわけでもないんですけど、ただいつもより鬼畜なトロールコースをやっていきたいと思います。なんとクリア率 0.52%、 しかもハートの数1282、相当多いよね。いや、期待が高まるね、このコース。めっちゃ楽しみだよ。初見殺しあるかな。いや、初見殺しだね。これさ、左のこのハテナブロック叩いたら鉄球が出てくると思う。右に。だからすぐダッシュしてこっちに行く感じじゃないですか。合ってる、合ってるんじゃないの。何これ。祝ってくれてるの。あ、はい。おはははは。じゃあこれさ、下に行ったらダメってことだね。じゃあここはオンオンをしてすぐ左、こっちで合ってるでしょ。でも P は押していい。これ下に足場があるの見えるんですよ。だからこっちが正解。ほーら、で、右でしょ。下に行くのが正解だね。で、ここはオンオフじゃねえや、スネークブロックは動かない。で、このサボテン何もしない、それが正解でしょ。これどうすりゃいいの。上のブロック怪しくない？上のブロック叩いてみます。あー、分かってたよ、コインだって。それじゃあここね、サボテンが来るギリギリまで近づいて避けよう。そしたら大砲を、この砲台避けれると思うんだよね。バカめ、俺もう出せないでしょ。じゃあこの土管は入れるんかな。うわ、入れないね。ここなんか落ちそうなんで、すぐジャンプしていこう。ほっ、オッケー。あれ、うーわ、これ右下にさ、中間あるじゃん。あれ取れんのかな。一旦上行ってみようか。この上行きます。さて、このドアにオンオフしたら入れるんじゃないかな。ほら、入れるよね。優しい。何この小さいブラパワー。じゃあこのドア入っていきましょう。次は右下の中間、罠だったかもしれないね。ここは、じゃあハテナ叩きます。うーわ、右下行かないけんパターンかな。これはなんだろう、アイテムっぽくない？やっぱり先にリンク出しておいて右上に行く感じかな。右下の中間取れないのかな。ちょっと速攻で行ってみるね。速攻ジャンプしてこう。さあ、早く行ってくれ、早く早く行こう。ということはよ、先にリンクを取ってこの場所を通過しないといけないと思うんですよね。なんでリンク取ります。オッケー。このパネはもう用なしだね。で、ここはリンクで倒そっか。そう、リンクをなくしちゃいけないと思うんですよね、このパワーブロックを叩くために。いきます。はい。うわ、なんも起きねえのか。じゃあここはあの鉄球に乗ったらまずいと思う。そうでしょ。なんでこのままジャンプしていこう。そう、これが合ってる。うそ。え、これリンクをなくさないでここまで通過しろってこと。それじゃあここどうやって行くんだろうね。爆弾、いや絶対違うよね。ヒップドロップかな。剣で刺して右上の足場に乗る、そんな感じじゃないの。おい、うまい。見た、こんなあるってみんな知ってた。はい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 、僕知りませんでした。じゃあこのまんま多分土管の方に入ればいいと思うんだよね。
オッケーオッケー、ちょっと今日うますぎない？で、このままオンオフして、なにこれいいとこ台無し全部。ここで火が出てくるのは分かりました。なんでオンオフしてこの場所で大丈夫そうでしょ。オッケー、でもう一回オンオフで閉じ込めておこう。そして下に行きます。これ走っていく、走っていかなまずい気がする。いけー、やった走ってったらダメっぽいよ。こいつに託すしかねえ。なんだお前は。じゃあここはバブルを下に行かせておいて、この場所で待機しておこう。そしてどうしよう、これ蹴ればいいっぽくない？蹴りますね。ほっ、やったこの P は何だったっけ、テレサが出てくるだけだったっけ。そういう感じだね。ここ隠しブロックあるんじゃないの？ひどい何このやらりで。それじゃあここオンオフしたらいけないっていうことが分かったんで無視していこう。そしてここは危なっ、危ねえ、いやー待ってよ、こっちまで来いよなんでそこで止まんのよいつも、来るなら来いよそれじゃあここは右に行ったらダメっていうことが分かったんで上に行きます。そして火が出てくるでしょう。で右上にさ足場がある、通れる足場があるから、ここでなに花。いやでもあのパックンとガリガリの隙間いけそうじゃない？数々の一発マリオをしてきた私、いきます。当たってないやっかちょっとスローで見ていいかな。当たってなかったらね、任天堂に文句言いに行きます。じゃあここは右上に行ったらすぐ渡ろう。右に、そうこういう感じでしょ。あ、ここで中間ポイント取らせてくれるんだね。危な危な今で、ここは上かな、叩いてみたら。なるほど、この状態で右に行けばいいのか。こっちでいいんだよね。で、なんかね、マリオ土管の中入ってきたんならその剣あったやろ。もうなんで取ってこないのそれじゃあ一旦ここはこのツタに捕まっておいてリンクを取る。そんで右に渡るんだけど、ここは走ったらいけないね。絶対走ったらいけない。こうやってゆっくり行かなきゃダメだと思うんだよね。まず指で倒しておこうか。隠しブロックとかないよね。オッケーそれじゃあここは走っていけばいい感じだね。行くよ、ゴー。オッケー。そして B スイッチ踏まない、踏まないでいいでしょ。でこのまま左に渡る。あの B スイッチは何だろうね。そしてここもヒップドロップで行く感じかな。それかこれめっちゃ怪しくない？これ怪しいな。叩いていいかな。叩きます。どうなる？なんもなんないね。なんもなんなんじゃん。じゃあここもヒップドロップで行く感じから行きます。おっ、それじゃあここ当たって右上に行く、こういう感じ。合ってたやったで、ここでパウブロックを叩いて右に行く。嘘でしょ、嘘でしょどうしようもないやんかこんなの。いや上から行けるパターンありえる、こっちからありえるくない？ワンチャンある。うわっ、まあ、邪魔くせ。いやまだ上あるよ。なんもねえか。指かな、指っぽくね。ほらほらほら、指だったら大丈夫。やったそれでは次進んでいきますか。待って、これはコーラーを吐く、コーラーを吐く、大丈夫。オッケー。でここはファイヤー取るかな、ファイヤー取っていいのかな。どうする、ここでもね足場が隠されてんだよね、このちくわの裏だから違うと思うんだよね。なんでこのまま右に行って、そうこの状態でいい。わかりました。ここ多分ヒップドロップで抜けると思う、このガリガリを。こんな感じ、それで合ってるでしょ。きた、絶対これで合ってる。そしてこのパックンを踏んでいく、やったそしてここ踏んでいいのかな、踏んでいいじゃねえや、ジャンプして渡っていく。ちょっとストライクすぎでしょ。じゃあここは右からジャンプ、これで合ってた。でファイヤーボールを手に入れて左に行けみたいな感じか。一旦さ、このハテナを叩いて右に行く。危な、やった右、はなー。それじゃあ次はきっちり取るよ、行きます。
敵が出てここよっしゃ。そして上かな、上とかそんなわけないか。でここでカロンの甲羅を履いてこのパックンを踏んで左上に行く感じだね。ほっ、うまっ、今日はうまい全然だけどね。じゃあここでジャンプのなぜリンクになってんのよし、それじゃあこのキノコ取らんようにしよう。一番左に行ってここでジャンプ、そしてファイヤーボールか。うわ難しいねここ。 Z ってなんだろうなんか終わった感やばくないここ。え、なんだろうね Z って。あ、わかった、ファイヤーボールであの氷ブロックを溶かした後リンク取らないけんっぽいね。それじゃあここは先に氷ブロックをねファイヤーで溶かしてリンクになって左上に行く。そんでここで指でパワーブロックに倒して左。なに、待って、ブラバ打ってきた。大丈夫、ここ大丈夫、何もしない。うわはは、絶対リンクいるやつじゃんかこれ。うわじゃあここはどうしよう、剣ですぐ左入る、これで合ってる。そしてこう、オッケー大丈夫大丈夫だよ。何かある、何もないで、ね、うぜどうしよう、これどうしたいで、早く上に渡れって感じかな。それじゃあここは縦で弾き返した瞬間すぐね左に入ろう。ほっ、無敵時間の間に入るなんて言った、やった、これで2個目の中間ポイントだね。っていうか長っ、結構長くないここで。ここは何もしない、大丈夫。うわそれじゃあここ早めに行こうか。いや早めに行く前にこのツタに捕まっておいたら大丈夫なんじゃないの、そういう感じだね。そして右上に、あー待って、なんだ、さっきなかったやんかい。それじゃあここは爆弾が爆発したらすぐ右上に行こうか。よし次だね、はい、オッケー。で左が正解かな、どうしよう、ここ叩く以外ないもんね。叩いて右にすぐ行きます、こっち大丈夫、わこれで合ってるでしょ、オッケーオッケー。でここで何これ、何もないで、オッケー。そしてオンオフして絶対なんか出てくると思った。よし、それじゃあここはオンオフをしてブラッパが下に行ってる時がいいね、下に行ってる時にどっかに入る。よしよしよし、次はウォロング違うってこと、パイプ、ウォロングパイプどういうこと、あ、わかった、鉄球が出てきてる、あの土管に入ればいいっていう感じかな。ということはよ、上に確かちくわブロックあったよね、あのちくわブロックに乗って下まで降りて土管に入るっていう感じだね。だから一旦ここバネに乗ろう、バネに乗ります。そしてここ、このちくわブロック、いや右、オッケー、危ねえ、ギリギリ。そしてこれはジャンプ、ジャンプこれは分かった、待って、おい、こっち合ってんじゃないの、これワンチャン合ってる感じあるくない、絶対ねえと思うけど、うわどういう感じだろう、頼む中間ポイントだけは戻さないでね。いやー嫌だ、中間戻すのには嫌だ。え、優しい、やられるって感じだ、よかった絶対中間戻されると思った、めっちゃ優しいねこの制作者、何言ってんだろうね、全然優しくないよねこんな鬼畜コース作る人。だからこのちくわに乗って右に入るでしょ、でジャンプしたらいけないっていうのは分かったんで、だから何もしない、何もしない、ずっと何もしない、そうでしょジャンプしていいんですか。それじゃあこの土管入って左ボタンを押さんようにしよう、隠しブロックは、よし出てないね。でこのまんまジャンプして右で、この隙間入っていきます。いやどうだろう、このまんまオンオフがあるね、オンじゃない、パワーブロック叩こうか、ほっ、ああ叩けへんやった叩いたらダメっぽい、しかも。よし、それじゃあ一旦ここはリフトに乗って右にジャンプ、そしてクリボーを踏んで右上のドカンだね、絶対それで合ってる、うわ違うくっそうわでもそれでゴールさせてくれんの、
もう優しくない、もうすぐゴールだよ。ありがてえ。よし、それじゃあもうゴール近いね。これでゴールすると思います。見てて、こっから右上に上がらなくて右下に行こっか。行くよ。ほっ、やった、勝った。よし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 、来たでしょ。なんでよし、それじゃあ次こそ行くよ。あの火を避ければゴールできるかな。そんな感じでしょ。よし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 、でジャンプしてあの火避けるよ。火避けて右下に行く。あら、上、ちょっと待って、わかんないんだけど、なんでなんで。ゴールさしてよ。さっきとちょっと違うやんか、このオープンブロックは。うわ、意味ないし、ちょ、もうゴール触れちゃうやん、もう。マリマリもゴール触れちゃうやろそれ。じゃあ上行くけどさ、この大砲は何も出さないのかな、上の。うわ、何もないね。え、この土管の先は何があるんだろう。意味わかんねえ意味わかんないって、どういうことこれ。いや、こっからなんか違うパターンでしょ。ほらほら、こっちが正解、頼む。やったありがてーゴールできるでしょ。え、嘘、嘘でしょ。ちょっと待ってね。いや、こっからゴールできるはず、僕ならこっからゴールできるはず。いけるかな。はい、嘘、隠しブロック外れよし、それじゃあ次こそゴールするよ。大丈夫、あのブラパを出さなければいいだけの話でしょ。さあ来ました、ここで下からじゃない、上からゴールすればいいんだ。そういう感じでしょ。はい、やったいやー、めっちゃ鬼畜だったね。今後もですね、再生リスト200件300件とどんどん増やしていくつもりなんで、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。